じゃあ椿、すぐ作るから待ってて。うん、いい匂いだね。あなたお肉が好きそうだからね。ちょっと贅沢して高いのにしたのよ。わっ、びっくりした。これは電子レンジといって温める道具なんだ。あ、おかしいもができてる。どうして火もお湯も使ってないのに。まあ科学の力かな。アキラ、お皿用意して。それじゃあ食べましょうか。いただきます。いただきます。ほら、椿も遠慮せずに食べてね。どう？おいしい？うん、こんな柔らかい肉、初めて。あ、わかる？これ、日本が誇る神戸牛よ。そうなんだ、すごくおいしい。いやー、そう言ってくれると嬉しいわ。ちょっと無理したけど、奮発してみてよかった。もしかして、たくさんお金使わせた？いいのよ、いいのよ。たまのことなんだから。どうかした？受け取って。え？え？これって、金貨なのか？ローマ時代のよ。わ、すごいな。足りなければ、まだあるけど。いや、もう十分だって。そう。それより椿、あなた今どこから金貨出したの？どこって？空中から湧いて出たように見えたわ。ええ、そういう術だから。術って？まるで魔法だな。別にこんなの魔法じゃない。電子レンジの方がすごいわ。